今からお出かけでございます、はい、で昨日からですね充電しておりました、はい、これ外部充電なんですけども、はい、で今ですねこれ見えるかな、はい、こんな状態で 100% かかっちゃってるね。 100% で 900A、はい、満充電でございます、はい、にしました、はい、で今回のツアーは、はい、このバッテリーがなくなるまでやばいぞという状態まで、はい、限界まで行ってみたいと思います、はい、電源は一切ささず太陽光と走行充電のみだけど、はいはい、走るのもほぼないので太陽光のみでの勝負になります、はい、ということで、ね、よかったね、いい天気で、ね、天気悪かったらもうすぐ終わるよ俺明日からあんまし良くないんだよね。マジか、確か。はい、じゃあ行きましょうか。はい、ヒービソンに入ります。さすがに出てくる車が多いですな。うん、なんかいっぱいいそう、いっぱいいる。いや、パンとか買いに行くのもうちょっと遅い時間にしよう。あ、これはすごいですね。ほらほら、おるやん。ここまで来ちゃうんだよ。車中泊っぽいですかね。車中泊ゾーンはもうこっちってこの間なって。でも普通に止めてるのは普通に止めてる。あそこにもキャンピングカーおる。ちょっと遠いけどそこの端っこに止めようかな、うん、これ、うん、今からあれだよね、もう外部電源なし、走行充電なしの太陽光だけになります。で残念ながらまあどんよりした空であんまり発電は見込めませんが、どんなもんでしょう。ただ涼しいね前閉めますか、カーテンを。前閉めようかね、うん、でもエンジン切ると暑いんだよね、やっぱ。最近インバーターずっとつけっぱなしですからね。インバーター自体はつけっぱなしでもいいの？多少電力消費してるけど、うん、一気に消費電力は増えるかな。まだコンプレッサーが動いてないのか。どんどん増えてきます。今からですね、本草湯に行って車中泊の受付と、はい、ミストの予約とをちょっと調整して、はい、でいい時間だったら全部予約を入れると、はい、で夜は一応今寿司の予定ね。寿司な、寿司、うん、でももう初日着いた途端にエアコンを入れてるという事態なのでまあ、これ切れたら明日帰るってことなんですか。そうです。本沿いでございます、受付、はい、そうですね、なんか4時半4時半から、はい、で空いてますか。はい、あ、いや極楽でございます、極楽は。はい、入る紙にすごいですね。はい、お腹の上かけていいね、これ。私の明日の野望言っていい、うん、あそこのさ、いつも行きたかったのプリン、うん、あそこいつも時間なくて行けないから、うん、昼は行けるじゃん。そうですな、行けますな。おやつやね、ケビンとキャサリンも。そうだね、特に私ね、うん、キャサリンね、ミストって言ってたけど、うん、欲しくて絶対欲しくると思うね。ちょっと待ってね、ケビンたちの席があればあることを祈りますね。あと2人増えても大丈夫ですか。ああ、よかった。今日すごい、でも、うん、若い人がこんなね、前世の三種盛りみたいな、カツオに、うん、これ珍しい。
うん。めっちゃ高そうなんですけど、見るからに高そうなんですけど、どうぞドビュー、結果いいね、確かに結果でずっと飲んでる、じゃあこれはすごいわ、どうぞ、あのエキシゲを取ってくる、うん、リコちゃんも少し甘い、うん、僕らは右から、このまんまでやばい、うん、この赤身からこんな動きでどうしましょう、コウムケとかでかね、コウムケとかでそうですね、コウムケで一番美味しいとこね、締めいい、サンセバスチャン通りでございます、はい、うん、あエコのやってる、あかき氷やってるからか、パフェだみんなパフェ食べてるここだよね、ピンチョスとあとチコリとかだよね、あとチャコリ、チャコリかバスクの白ワイン、クワトロセルベッサ、何何言ったの、セコダと先中の遊び会かよ、ね、これが、ほら、あ、本当だ、うん、これセルベッサ、セルベッサ、スペイン語でビール、え、うん、これ、ひょっとしてピーチ、ピーチとチョコレートです、はい、うん、はい、これ断面すごいな、これ究極の2つやね、フルーツとチョコ、あー酔った酔った帰ろう、うん、そうだね、そうだ、コーヒー飲み、はいはい、ではではおやすみ、大丈夫だから、うん、怒るよね、寒いし閉めてくれ、電気つけるか、はいはい、はい、タオチン3時半に来て、で2時半からミスト入って、だから今9時40分なので、だからこれどんだけ経ってるってこと、15時からだから15時30分から6時間、ん、6時間10分、うん、6時間10分エアコンつけっぱなしでした、でエアコンの残量を見てみましょう、よいしょ、じゃん、うわー、さあ、どれぐらいだと思いますか、 78%、 答えは 91% すごいじゃん、全然減ってないじゃん、あと5日ぐらいいられるじゃん、うん、まあこの気温が ね、まあ、ね、非常に涼しかったので、あと昼間まだ経験してないから、はい、そうね、明日の昼だね、はい、で、タオちゃんが寒かったんですよ、タオちゃんすごいゴロゴロなんだけど今、うん、父ちゃんどこ行った？朝です。エアコンは切って、このファンで置いてただけ。86%。まだ776Aあります。いいお湯だった。そのまんま行って。だよね。ビール飲んでまたお風呂行って。やばい、ここはね、うん、癖になる。めっちゃやばい。で、これは、タラの。あ、その木の人な、うん、あら。かわいい。使おうかな。ツイッターのアカウント。うん、はい、
はい、ちゃんと受け取りました。ありがとうございます。うん、なんかね、レーザーとかすごいね。加瀬ようこそ。おはようございます。いいえ、無理やり食べさせてる感あるけど、すいません。美味しいコーヒー。じゃあね。まだまだ続きますよ。エアコン入れたのね。電気が消耗されない、消費されないんですよ全然。こんなことしてたら1ヶ月ぐらいいなきゃいけませんこれ。もう上行くの。上にどうぞ。チーズコロッケ食べた。うん、食べた。うん、うまい。ね、うん、88% 増えてるやんけ。増えてるじゃん。あれ充電されちゃってんだよ。さあ、というわけで本醤油いきます。今日も一日ビソンで持つんでしょうか。私本醤油から帰ってまいりまして、今ですねエアコン入れました。ちょっと暑くて蒸すんで、はい。で今からランチタイムでございます。ここから多分夜まではエアコンつけっぱなしかな。何食べてもいいんでしょ。何食べてもいいですよ。今日はもういいんでしょ、私、うん、プロモーションでも何でもない自腹ですからね。自腹ですよ、もちろん。もちろん自腹ですよ。皆さん誤解してる人がいますけど、我々あの そういうんじゃないんで、うん、好きで。そうなんです。食べてるだけなんで、はい。おお、すごいですなこれ、うん、これすごくないですか。すごいね。いいお値段ですか。すごいね。ハンバーグ、フォアグラ。いらっしゃいませ。マンハッター1つください。はい、これだ。これ上卵なの、何なのこれ。最初は生卵だったんだけど、今ちょっと違うものだよ。あ、なるほどね。卵っぽい何かに。はいはいはい。危ないですもんね、時期的に。すごいじゃないですかこれ。肉汁1000円ってなかなかのお値段ですけど、このサイズで。でもいいんじゃないでしょうか。メモしといて。重い、重い。めちゃめちゃ肉々しいです。おー、あとトリュフの香りがすごい。ご飯に、うん、いただきます、うんうん、なんかもろに肉やな。もろに肉なの。なんかもうつなぎとかも一切入れてない肉。うん、なんかすごいねこれ。いろんなのが。これは寒かったからかな。いろいろありますよ。うん、これ。これがまた抜いて。昨日お寿司食べてたからな。うん、どうも、こんにちは。ご無沙汰です。もうあの、あれ乗れるようになりました。ブラックショーで。乗れるわけが。うん。どうでしょうか。見て見て。85番じゃん。行きますから、来ました、こちら。これなんだっけ、パエリアだね。パエリア、伊勢エビの入ったパエリア、うん、入ってます。そしてフィッシュ&チップス。何これ、何これ、なんだこれ。なんかフィッシュ&チップスっていうかさ、なんかあのアメリカンドッグなんだろ、見てください。こういう感じなんだよね。そうだよね、子供がね。これよ、ただ美味しそうじゃん。グリーンのちょっとわかんないけど、まず食べたことない。うん、うん、うん、ちゃんと油がないですね。うん、あ、おいしい。うん、うん、わかんない。わかんない。
井村屋さんの、あなたがと私が大好物、そう3個セットあった、2個で寒さんでこれいいじゃん、いいじゃんね、お持ち帰るのできるのかな、いいんじゃないですか。いいんじゃないですかね。うん、ここで飲めるの？濃厚スープとコロッケ。いいですね。来ました。これ伊勢海老と青さの濃厚スープ。濃厚そうです。はい、濃厚そうです。いかにも。そしてでこっちが松阪牛のコロッケでございます。これでございます。うんうん、これ朝ごはんにいい感じ。うん、でもなぜここのお店出てくる感じですよね。ここ海苔屋さんだから。あ、そういうことね。そう、青さ、うん、朝食に飲みたいの。うん、じゃがいもが甘い。うんうんうん、お昼終了でございますよ。ランチね、まだ12時にもなってませんで、オレンジさんで買い物して本蔵湯の割引チケットもらって何買っちゃう？照明買うんだよな、今日は。そうだね、うん、こんないつも出てるこれ、うん、いやいや、まあねないとね、この次のイベントも困るからね。よいしょ、疲れた。あ、涼しい。また今からですね、消費電力をチェックしたいと思います。なんとあろうことか 3% しか減ってません。そうなの？ 85% あります。充電しつつだから、うん、まあ消費はしてるけど 113W しか使ってない。だからもう今涼しいから外が、でもう本当に最低限で動いてるね、うんうん、それではおやすみなさい。よっこいしょ。あー、 あー気持ちいい。あー、おはようございます。昼寝から目覚めました。恵美子さんは今ね、もう一回本蔵湯入ってお出かけ前のおめかししに行きました。1時間半ぐらい寝たんですかね。寝てますね、結構。で、今の消費電力見てみましょうか。 82% です。すごい持つな、これ。今だって200ワットしか消費してないですよ。冷蔵庫、エアコン、ファン回ってます。これで、今200ワット消費で 82% まだありますね。え、これ全然いけるね。はい、まあこんな感じでございます。で、今からですね、ゆるゆると準備をして、16時半から、なんだ、ここでイベントがあるんですね。うんと、サンセバスチャンなのかな、まあ、イタリアの、スペインの、なんかいろんな料理とか、そういった紹介とかあってね。え、お、車中泊者が誰もいなくなった。帰ってまいりました。すごかったな、うん、なんかいろんな人になったな。
ね、うん、あのどこの誰に会ったと言えないのが残念ですが、すごい人たちと一緒に、はい、食事させてもらいました。で今の電源バッテリー状態を調べます。じゃん、お、さすがに減ってきましたね。 77% です。まだあれから 10% しかやって、今日だって朝からずっとエアコンつけっぱなしなんだよね、うん。それでこれでございます。で現時点 63W しか消費してません、うん。もう十分冷えてるんですね。あの今日さ、トークショーであったあのレストランバスク函館のね、うんうん、これいかねいかんね、いかね深谷シェフ、うん、すごかった話、面白かった、面白かったね。おはようございます。昨日の何時から、お昼ぐらいからずっとエアコンつけっぱなしだから、もう10時間なんか余裕で15時間ぐらいエアコンつけっぱなしでございます。で今日が、3日目の朝ということで、バッテリーの消費量見てみましょう。ダーンそれでも 66%。 今もエアコンつけてるんですけども、外が涼しいんですね。なので、全然エアコンつけててもほぼコンプレッサーが回ってない、送風状態に今なっておるようでございます。湯を沸かしております。そしてパン、これで4000の売り上げが減らすというわけじゃん、うんうん。これもあんたですか、ジュニペルのね、うんうん、そこに腰が当たっちゃったんだよ、乗ろうとしたら。びっくりした、いつもないもんね、これ、うん、あ、かわいそうに、うん、うまいね、甘くて、おいしい、うん、甘いパンだとは思わなかった。二度寝をする予定の M 子さんでございます。ほら、雨の音が消えました。いけるかも。本醤油です。雨でございます。さあ、そば食うぞ。冷やかけそばですね、あなたは、うん、950円、うん、大盛りにできるのかしら、追加料金、おそばの、ああ、はいはいはい、はい、冷やかけそばでございます。結構綺麗な冷やかけたのに、こんなにネギやおそばが入ってます。しびれますね。いいですか、しびれます。麺です。すごいカツオ、うん、ね、みりんの味も、みりんの味は、かなり涼しいです。今無理やりエアコン入れてるような状態ですね、結構
なぜか、はい、運転席と助手席に来てしまいました、はい、3日目、はい、お昼ご飯いただいたんですけど、うん、65% のまま、うん、全然減ることなく、うん、でなんか気温が上がらなくてエアコンもつけないし、うんうん、このままだと1週間以上いなきゃいけなくなる可能性は、うん、どう計算しても1週間以上いることになってしまうので、はいはい、でちょっと天気予報を見ても天気があんまりねよろしくないんですよ、はい、ということで、はい、これはやるタイミングがダメだったなと、うん、ちょっともうちょっと暑くなってから梅雨明けしてからやろうかそうですね、はい、というわけで、はい、大変申し訳ないんですが、うん、ここで実験は中止とさせていただいて中断ですね中断ですね、うん、改めてもう一回、はい、暑くなってからはい、はい、でまあとりあえずねこの2泊3日、はい総括しておかないと終わらないので、はい、しておきますが、はい、晴れてたのは初日の来る時だけそうだね、はい、あとは昨日はまあ、うん、昼過ぎぐらいまでお天気持ったけどそうでも太陽は全然見えてなかったわけでにもかかわらず変ないってことでしょそう曇りでも結構充電してるんですね、うんうん、今雨ですらある程度充電してて、うん、600ワットもあるんで、うんでまあ本当にエアコンつけてても、うん、涼しいんで、うん、全然ね消費してないんですよそうだね、100ワットぐらいしかねだからほんと送風だけになってるんでしょうなはい、基本なでちょっと暑くなったらちょっとだけつけるで、みたいな感じだなそうなんですだから今日もさっき昼寝してても、うん、ブーンって言ったの何コンプレッサーが回るのって、うん、すごい短い時間で、ちょっと、はい、ね、はい考えが甘かったというか甘かったというか、うん、こいつが予想以上に良かったとそうですな、はい、そういうことだそういうことですなはい、はいでまあ時間も限りがあるんですけど、うん、贅沢しまくるっていうことでいろんなもの食べてて、うん、このまま行くと我々破産してしまうので、うんうんちょっとね、はい、ここで見直しということになりました、はいはい中途半端な、はい動画になりましたが実験結果ですがお許しくださいこれは必ずリベンジします、はい、場所変わるかもしれないねそうだね、うんうん、温泉あでもまあ夏だからな今度からな、うんまあ、ちょっといろいろ考えてやりたいと思います、うんはい、というわけで、はい、最後までご視聴ありがとうございましたありがとうございましたさあ帰ろうか